最強のシェービング剤は何か。アルチザンソープ、シェービングクリーム、缶に詰められたフォーム、クリーム、植物オイル、洗顔料、チェル。今現在、最強のシェービング剤は決まっていない。イニシエのシェービングジェルを発掘したので、頭を剃ってみます。ああ、バトルとかないよ。はい、こんにちは。こんばんはかもしれませんね。シェービングジェルを、見つけたので、これを使って頭を剃っていきたいと思います。お、あんまり量がない。やべえ。これどこのメーカーだ。クラシーズムって書いてある。マンダムですね。多分そんなに高いもんとかじゃないと思うんですけど。お、やべえ、量が少ない。あるかな。あるな。プレシェーブで一度頭を洗って、しばらくしています。濡れたかな。髪の毛は3日4日くらい剃ってない感じですね。髪剃りはペルソナ、ムシチャールズです。カバーミニシェーパーですね。じゃあ行きますか。怖いな。おお、すごいよ。なんか肝なんだこれ。キッチンペーパー。うわ、すごい。なんだこれ、気持ち悪い。ちょっと待って、これはやばいわ。予想以上にやばいわ。でもなんか綺麗に剃れてる気がする。いつも以上にちょっと気使って。うわ、すごっ。なんだこれ。これはキモいぞ。面白いですね。あ、切っちゃった。ジェルちょっと乾きやすいかもね。今かけてなかった。なんかこの前日にですね、ヒゲもちょっと同じジェルで剃ったんですけど、その時にも感じたけど、歯と肌が近い気がするな。なんかクッション性がないっていうか、ダイレクト感がすごいありますね。
なんか自然といつもより丁寧に剃っちゃう気がする。うん、うわちょっと荒れてんな早速。思ったより垂れなかったね。なんかひげ剃った時めっちゃ垂れてきたから、あの汚れんのやだなと思ってあれでしたけど、あの脱いだんですけど、後ろうん、まあ今度はちょっとあんまり深剃りしない感じがいいかもしれないですね。肌に近いな、歯が。ここですかね。うん。あ、これはミョウバンを溶かしたやつ、スプレーですね。滑り止めで、塗っています。今の時期ね、夏になるとアルムブロックがそのめっちゃ溶けるんですよ、水につけると。
なのでなんか逆にもう明晩水曜劇でいいかなみたいな。あとねアルバムもちっちゃくなってきたんで注文しないとなっていう。あ、すげえ滑るな。明板つけててもジェルが浮いてるから結構滑るわ。石鹸だと全然明板つけてたら滑らないんですけど、ジェルだとそのジェルの上に乗っちゃうのかな。うん、大体綺麗ですね。うわ、ちょっと荒れてるな。で、逆側あ、ダメだ。全然持てない。これは、どうしよう。どうしようかな。横だけにするか。よいしょ。まあまあ、このベイビーバットスキンにね、BBS に沿って、もうどっちみち、この6時間もすれば毛生えていくんでね、あれなんですけど、まあ、ツルツルにしたいっていうのがね、うん、よし、綺麗になったんじゃないでしょうか。ちょっと流してみます。流してみますが、前に。これは、映せないよね、これ、ね、怖くて。ってか、バンされちゃうね。怖い。よいしょ。じゃあ、ちょっと頭を流します。おぉ、染みる。髭剃った時にめっちゃ垂れてきたんで、あれかなと思ったんですけど、大丈夫でしたね。服着てよかった。よいしょ。こんな感じに剃れました。うん、綺麗に剃れてますね。ちょっとまあ荒れてるけど、まあ仕方がないね。こっち側だけちょっと引っ張れないのがね、どうしてもね。後ろはこんなですね。綺麗に剃れました。夏にね、もう今もうめっちゃ真夏なんですけど、頭皮が焼けないですね。中途半端に毛があるんで、なかなかこう綺麗な色になんないですね。あ、いつまでだっても青いですわ。じゃあせっかくなのでアルム。いてててててて。明板を溶かしたスプレーです。いて。しみる。しみるけど思ったほどじゃないな。まあ深掘りしてないからね、今回。ジェルでもね全然剃れると思います。今回使ったのは、マンダム、うん、マンダムの、うん、マンダムって多分もうおじさんしか分かんないよね。マンダムの、なんだこれ、ルキナシェービングジェル、ツルハルグループって書いてあるからあれだ、ウェルネスとかの多分プライベートブランドの PB ですね、だと思います。安いやつ。以前使っていたのが、ね、出てきたので、剃ってみました。ヒゲ剃りって趣味のことなんで、別にこれじゃなきゃいけないとか、こうじゃなきゃ本流じゃないとか、こう、スキンケアはこうじゃないととかって、まあ言う人多いですけど、まあ好きにしたらいいと思います。自分がね、一番テンションが上がるものが一番だと思うんで、いいと思います。
それではじゃあね。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。またコメントいただけると動画制作の励みになります。